小川正孝小川正孝から1930年7月11日は日本の科学者。次男の小川栄次郎は科学者となって九州大学教授を務め、四男の小川史郎は物理学者になって東北大学金属材料研究所及び芝浦工業大学教授を務めた。1908年、新元素を発見してニッポニウムと命名したと発表した。 1919年から1928年まで東北大学の総長を務め、在任中に金属材料研究所、工学部の創設などを行った。松山中学から東京大学に学び、ロンドン大学のラムゼイの研究室に留学した。2年間の留学中、トリウム鉱石のトリアナイトの中に新元素を探す、研究を行った。 1906年の帰国後も研究を続け、原子量が約100の43番目の元素として1908年に発表した。追試で存在を明確な証拠が得られないまま、43番目の元素は1947年に、セグレによって、重大学水素核とモリブデンの衝突実験で発見されたテクネチウムとなった。小川は、東北大学の総長の職の傍ら、 総長室の隣に設置した個人実験室でニッポニウムの研究を行い総長を退りいた後も研究を続けた。だが1930年7月3日に実験室で倒れ入院先の大学病院で帰らぬ人となった。次男の栄次郎もニッポニウムを探し続けたが40歳で急成した。1990年代になって東北大学の吉原賢治により研究の 再検討が行われ、小川が発見した元素は、原子番号75のレニウムであった可能性が高いとみられる。最近になり、小川が亡くなる直前の1930年春、自ら生成したニッポニウムを含む資料を、東京大学と東北大学金属材料研究所で X 線分析にかけてもらった結果、ニッポニウムはレニウムだという結論に達していたことが判明した。 電子解説研究の第一人者だった四男の四郎は、この事実を知って、大変喜んだという。教え子に、対正制約の創業者である石井絹次二郎がいる。ありがとうございます。